シャガは、アヤメかアヤメ族の多年草である。人家近くの森林周辺の木陰などの、やや湿ったところに群生する。開花期は4から5月頃で、白っぽい紫のアヤメに似た花をつける。花弁に濃い紫と黄色の模様がある。根茎は短く、横に生い、群落を形成する。草丈は高さは50から60センチメートル程度までになり、葉は、艶のある緑色。 左右から扁平になっている。いわゆる単面用であるが、この種の場合、株の根本から左右どちらかに傾いて伸びて、葉の片面だけを上に向け、その面が表面のような様子になり、二次的に裏表が生じている。シャガは中国原産でかなり古くに日本に入ってきた幾何植物である。三倍体のため種子が発生しない。 このことから日本に存在するすべてのシャガは同一の遺伝子を持ち、またその分布の広がりは人為的に行われたと考えることができる。したがって人為的影響の少ない自然林内にはあまり自生しない。杉植人の林下に見られる場所などは、かつては人間が住んでいた場所である可能性が高い。そういう場所には茶の木なども見られることが多い。 中国には二倍体の個体があり、家食、家形などに多様な変異があるという。学名の種称名はジャポニカではあるが、上記のように中国原産である。また、シャガを漢字で、シャガと書くことがある。しかし、表ギアやめのことを漢名で、シャガというのが本来である。別名で、小ウ毛とも呼ばれる。AB 岩月秀明、街でよく見かける雑草や野草が、 よくわかる本週話システム2006年11月5日 ISBN4 から798014850ありがとうございます